野州オレンジ軍オレンジ出身の元プロ野球選手、宇と右打ち。1997年6月3日、MLB ドラフト10巡目でニューヨークメッツから指名を受けたが、選手契約を結ばずにカリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学した。2000年6月5日、MLB ドラフト5巡目でコロラドロッキーズから指名され、6月22日に選手契約を結んだ。 入団後、A-9 ポートランドロッキーズで、早速69試合に出場し、打率30、303.7本塁打、47打点という、成績を残した。2001年は、A 級セーラムアバランチで打率、325を記録。2002年は、A 級カロライナマドキャッツで自身初の2桁本塁打を、放った。2003年8月3日、メジャーデビューを果たした。 この年は25試合に出場して打率、159.0本塁打4打点という成績だった。また、守備面では三塁手としての試合出場が19試合しかないにもかかわらず、6失策、守備率、850という数字を記録してしまった。2004年は前年と比べて出場試合数が10試合減となったが、打率。 357.1本塁打、8打点という数字を記録し、限られた出場機会で結果を残した格好となった。また、守備面では本職の三塁手として4試合に出場しただけでなく、一塁手及び左翼手としても、それぞれ3試合ずつに出場している。また、この年は3つの異なるポジションを守ったが、無失策だった。 2005年は三塁シュのレギュラーに抜擢され、初めて規定打席をクリアした。打撃成績はリーグ最多となる24閉鎖打を記録してしまったものの打率287.13本塁打89打点という成績を残した。その活躍ぶりが評価され、シーズン終了後に実施されるルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では4位にランクインした。 2006年は3試合前で打率が300を超えてからは一度も打率が300を下回ることなくシーズンを終えたこの年は打率329.29本塁打120打点という数字を記録し MVP 投票で15位に入った2007年も前年に引き続いて安定した打撃成績を記録打率3 1 2 5本塁打 111打点という成績を残し、いずれも2年連続で打率。300.25本塁打、110打点以上の数字を残した。チームはこの年、ワイルドカードによるプレイオフ進出を果たすと一気にナリーグを制し、当時のチームメイトだった松井和夫らと共にワールドシリーズに進出。アトキンス自身も5番打者として、第4戦で、 ボストン・レッドソックスの岡島秀樹から2点本塁打を打つ等の活躍を見せたが、結局、レッドソックスの前に涙を飲んだ。2008年は3年連続となる20本塁打以上を記録したが、打率は287に止まり、打点も100に1及ばない99に終わるなど、全体的に成績が低下した形となった。2009年はさらなる打撃不振に苦しみ、 126試合に出場したものの2005年以来4年連続でクリアしていた規定打席に及ばなかった。また打撃成績は打率226.9本塁打48打点に終わり、レギュラー定着以降でいずれも自己最低の数字に終わった。2010年はメジャーデビュー以来プレーしてきたロッキーズを離れ、ボルチモアオリオールズと1年契約した。 6月27日にディフェとなり、7月6日に自由契約となった。2010年12月23日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。しかし、2011年3月に放出された。その後は野球界から遠ざかっている。ありがとうございます。